新年明けましておめでとうございます谷口光俊ですいよいよ2022年がスタートしました今日は今だからこそあなたに伝えたい2022年を自分史上最高の年にするための5つのポイントについてお話ししますその前にあなたに伝えておきたいことがありますまず今世界は大きく変化しているということです 新型コロナウイルスの感染拡大が広がり今年で3年目に入りますがコロナの感染者数などの情報が世界各地で共通で確認されています今までこんなことはなかったと思います少なくともこの2年間で世界がとても身近になったと私は感じていますインターネットの発展に伴いどんどん世界が身近になっているのですそのことも頭に置きながら 今だからこそあなたに伝えたい5つのポイントをご紹介します。1、本物の知識と技術を身につけること。これは以前からいつも言っていることですが、ただ単に技術がうまいだけではなく、なぜこの技術は効果があるのか、それをしっかりと解剖学的に、また東洋医学的にしっかりと説明できる。 知識が必要ですそしてそれを身につけることに今まで以上に力を注いでください。2教育ビジネスに参入すること今まであなたが実践してきたこと経験してきたこと学んできたことをあなたのお客様に伝えてください人前で話すことは苦手なんですなんてことはもう言ってられないですこれから本業一本ではなく 人に伝えること教育ビジネスへの参入を本格的に始めてください3あなたのブランド力を高めることこの広い社会の中であなたのことを知っている人はほんのわずかだと思います今まではそれでもよかったのですがこれからはあなたのことを一人でも多くの方に知ってもらう必要がありますその方法は何なのかよく考えてみましょう SNS 確かにこれもいいと思いますが、ここであなたの名前を売るということは、とても難しいことです。もっと簡単でシンプルな方法が、たくさんあるんです。例えば、有名なところで、セミナーを開催するとか、またマスコミに取り上げてもらう、そういう方法があります。今後はそういう方法もしっかりと学んで、ぜひ、あなたから積極的に動いて、あなたのブランド力を、 高めることをお勧めします 4. インフレ対策を立てること昨年から日本はインフレが始まっていますインフレとはサービスや商品の価格がどんどん上がっていくことですそれに合わせてあなたの施術料金やセミナー費用もアップさせなければなりませんしかし アップさせるには、お客様に納得していただける理由が必要です。その理由をしっかり考えて、インフレ対策を立てられることをお勧めします。5. 信頼できる先生を探すこと人は一人では生きていることはできません。また今、今インターネットでさまざまな情報を得ることはできますが、 本当に生きた知識を教えてくれる人、あなたに正しい道筋を教えてくれる人、ぜひ探してください。今年は本当に経験のある人からアドバイスをもらうことが、今まで以上に重要になってくることでしょう。さて、いかがでしたでしょうか。今日は、今だからこそあなたに伝えたい2022年を、 自分史上最高の年にするための5つのポイントについてお話ししましたわずか5つのことですが決してこれを1年間継続して続けていくのは大変だということは私もわかっていますしかしこの2022年を自分史上最高の年にするために私も頑張っていきますのであなたもぜひ一緒に頑張っていきましょう 私が考えたことや体感したこと、それをこれからも配信していきたいと思います。そして、それに適した教材や講座もどんどんとご紹介していますので、興味があればぜひご参加ください。それでは、今回も最後までこの動画にお付き合いいただきありがとうございました。そして、今年も一緒に頑張っていきましょう。日本ボディケア学院の谷口光俊でした。